時代に活動していたロックバンド、ソビエート連邦を代表するロックバンドである。音楽的にはポストパンクとニューウェーブにインスパイアされている。バンド名は映画を意味している。ボーカルのビクトル・ツオイは現在のロシア連邦でもロックの神様と呼ばれている。1981年、昨日はレニングラードにて前身となる二つのグループ、ピラグリンと ポラタナンバー6のメンバーにより結成された。ボーカルのビクトル・ツォイとギタリストのアレクセイ・リュービン、ドラマーのオルフ・バリンスキーの3人がメンバーであった。しかし、バリンスキーは徴兵のため、まもなくバンドを脱退した。1982年の春、彼らはレニングラードロッククラブで演奏活動を開始し、そこでアングラで活動していたボリス・グレベンシコフに出会った。 彼らは当初、アレクセイ・ニコラエビッチ・トルストイの小説、ガーリン・ギッシュと総局面から取ったガリン・アイ・ジッパー・ボロイリを名乗っていたが、グレベンシコフに出会った頃、機能に解消した。それは短く、総合的で、そしてたったのに音節しかないので世界中の人々に容易に発音できるからであった。ツイート・リュービンは後に映画館の輝く看板を見て、 そこからアイデアを得たと語っている。ソ連においてロックミュージックはブルジョア的で好ましくない存在と政府にみなされていたため、その時代のロックバンドと同様、当初は個人のアパートメントで開かれる半地下的なクラブでのみ演奏していた。機能はデビューアルバムとなる45をリリースした。当時機能は2人だけだったため、グレシニコフは 彼のバンドであるアクアリウムのメンバーにレコーディングを協力するよう提案した。ドラマーがいなかったためドラムマシンで代用した。この45はこのアルバムに収録された13曲の合計時間が45分だったことに由来する。バンドの責任はツオイとリュービンで分担されていた。ツオイは作曲作詞を担当し、一方リュービンは コンサートの組織やリハーサル、レコーディングのセッションなど運営をすべて担当していた。しかし、二人の間に生じた多くの違いが頂点に達し、1983年春には二人の間に深刻な対立が生じてしまった。つおいは特にリュービンの曲に悩まされ、一方リュービンは彼の絶対的なリーダーシップを嫌っていた。そして二人は口も聞かなくなり、 リュービンはバンドを去ってしまった。アレクサンドルチトフはアクアリウムと機能のメンバーだったが、1985年11月、彼は他のグループに賛同し機能を脱退した。彼の後継にはジャズピアニストのイゴール・チホミロフがつき、彼は解散まで所属した。1986年の春、第4回ロッククラブフェスティバルにて、で、グランプリを受賞する。夏には、 彼らは、セルゲイ・リセンコと共に映画撮影のためキエフへ旅行した。7月に、モスクワにてアクアリウムと、アリーサとコンサートを開催した。後に、この3つのバンドとコンピレーションアルバムの、レッドウェーブを共同制作し、アメリカのカリフォルニアにて1万枚を売り上げた。ソ連のロックミュージックとして初めて西側諸国でリリースされた作品となった。この年、以降、 ソイは俳優活動を始めたが、機能のための曲制作を続けた。では、主演を務め、バンドの名をより有名にした。1988年のアルバム、ブラッドタイプでその人気は頂点に達した。ユーリー・カスパリアンは、アメリカ人女性のジョアンナ・ストリングレイと結婚し、彼女は外国からより高性能の機材を持ち込んだ。それにより、 このアルバムはそれまで使うことのできた機材からかけ離れた機材を用い、技術的にもヨーロッパやアメリカに並んだ初めてのレコーディングとなった。このアルバムは西側で賞賛され、1989年にキャピトルレコードからリリースされ、ロック評論家のロバート・クリストガウが賞賛した。ソ連の中央テレビで演奏が放映され、ロシアロックを特集した1987年の 映画、アッサでは行く戦後の聴衆の前で演奏した。この後、昨日の人気が全国的に一世を風靡し、80年代のソ連の若者の心を捉えた。全国的な名声を獲得した後、東側諸国は元より西側諸国からも講演の依頼が舞い込むようになった。デンマークでアルメニア自身の義援金のためのチャリティーコンサートに参加し、フランスやイタリアで講演した。 1989年には、ニューヨークでの初公開を行い、小規模のコンサートを開催した。1989年頃、バンドを有名にしたついの内省的な曲とバランスを取るために、より快活な曲を演奏するバンドを新たに作ることを決めた。1990年6月、長期にわたった演奏旅行の後、フランスでレコーディングする前に短期間活動を休止した。 しかし、ツオイは8月15日に釣りから帰る途中、トゥクムスにて自動車事故によって急性してしまった。彼の死はソ連社会に衝撃を与えた。ツオイは死ぬ直前にラトビアでいくつかの曲を収録していた。それを残ったメンバーが彼に捧げるアルバムとして12月にリリースした。正式な名称は付けられなかったものの、カバーが黒く塗りつぶされていたことから、 チャヨーニーアルバムと呼ばれた。その後すぐ、昨日は記者会見を開きバンド解散を発表した。すべての曲はビクトル・ツイによって書かれた。彼の作詞は簡素で詩的な特徴があった。全体的に自由へのテーマが循環しているのを除いて、明確に政治的なメッセージは発していなかった。彼らの曲の焦点は、ある人間の人生の戦いや、愛、戦争、 自由の追求など全般に及んでいた。日常生活での要素が歌詞の語彙に埋め込まれていた。最初のロシアのロックバンドとして、後進のバンドに大きな影響を与えている。1999年12月31日、ロシアのラジオ局は20世紀のロシアンロックのベスト100の投票を呼びかけた。昨日は他のバンドより多い10曲がランクインし、 ブラッドタイプが1位となった。コムソモリスカやプラウダ氏は、昨日ロシアで2番目に影響力のあるバンドだと評した。加えて、2007年には、ローリングストーン氏ロシア語版では世界を変えた40曲の一つに選ばれた。ついの壁ビクトルツオイリードボーカル、ギター、ベース挑戦系カザ夫人とロシア人のハーフである。 ユーリー・カスパリアン・リード・ギター・ゲオルギー・グリアノフ・ドラム、パーカッション・イゴール・チホミロフ・ベース・アレクセイ・リュービン・ギター、オレフ・バリンスキー・ドラム・ボリス・グレベンシコフ・ギター、ドラム、パーカッション・ミハイル・バシレフ、ドラム・マシン・アレクサンドル・ルチ・トフ・ベース、パーカッション・アレクセイ・ビシュニア・ドラム・マシン。ありがとうございます。